3つ目こちらです。じゃ、学生の成長を感じる喜び。はい、やっぱり今日はね、コーステップの滝沢さんとしてお話を伺いましたので、コーステップをやっていて一番なんか魅力に感じること、うん、やりがいに感じることってどんなところかなと思って、そうですね、私今まで自分でラジオをやってきたりとか、割と自己流だったんですね。誰かに、はい、教科書を使って教わったわけでも何でもないんですけれども、でもそれを改めてまとめて受講生に伝えるということをすることで、はい、ああ、ちゃんと伝えることができるんだなっていうのを新たに発見をして、はい、で、私が担当しているラジオ番組というのは、大体年間、1年間で10本ぐらいの番組を作るんですね。で、受講生、まあ、4、5人ぐらいのチームでみんなで企画を立てて、企画からですよ、はい、企画を立てて、うん、まあ、ゲストを探して、アポ取ってなんだらかんだらやって番組を作っていく一連の過程を学んでもらうわけなんです、うん、はい、で、やっぱり1本目の番組っていうのはもう緊張感たっぷりですよ。今実際この場所はその収録に使っている場所なんです。いっぱいマイクとかありますね。マイクありますけどね。収録してるのはこのマイクです。で、このマイクに向かう、はい、初めての人はこのマイクに向かうっていうだけでもう緊張しちゃって、そうかもね、そうかもね、声出ないんですよね。はい、でガチガチでこう原稿棒読みな感じなんです。あ、やっぱ原稿書いて、やっぱり書きますね。書いてこうちゃんと。最初もうなくしようかなと思、なくそうと思ったんですけど。みんな固まっちゃうのでじゃあ、ね、順番に話すことをある程度書いておきましょうっていうんで、そういう原稿を作ってスタジオに入るんですけど、やっぱり喋れない、はい、ところがだんだんもう何本目かな、中盤ぐらいを過ぎたあたりから、うんうん、そこに書いてないこともだんだんアドリブで出せるようになってくるんですね。これ醍醐味です。うまくはまるとこんな気持ちのいいこともないという、そうなんですね、すごい楽しいですよね。でスタジオの中で3人ぐらいで毎回話をするんですけども、うん、メンバー同士のコミュニケーションが生まれて、誰かがこう言ったら自分はこう返すっていう、そのキャッチボール、言葉のキャッチボールがだん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 できるようになってくるんですよね、はい、最初棒読みだった子たちが、うん、でも最後10本目になるぐらいには、うん、その原稿なんてほとんど書かなくて、喋、うん、るポイントだけ、キーワードだけ、うん、こういうふうに3ポイントとか、はい、こういうキーワードを書いておいて、うん、それに沿って割と自由におしゃべりができるようになる。はあ、1年間よく頑張ってくれたなそれを見ると、ね、そういう姿を見るとね、やっぱり嬉しいですよね、うん、確かに感動的ですよね、うん、指導した甲斐があったなって時には多分怖いと思うんです、うん、私、うん、あ、本当ですか。結構厳しい先生なんですか。結構厳しいらしいんですよ、です噂によるとでもそれにもめげずにね、よく頑張ってくれたなって、嬉しく思うんですよね、そういう時。そういう時に、はい、自信がつくと、はい、それこそ滝沢さんがアメリカに行ってね、うん、私はっていうところが言えるようになった、うん、ってこれ一つ自分のスキルアップというか財産だと思うんですよ、はい、やっぱりそこでコミュニケーションがうまく、まあ、1年間ちょっとチームワーク、時間をかけてちゃんとこうあうんの呼吸でコミュニケーションを取れるっていうと、すごくその子たちにとってはもう今後の人生をももしかしたら変えるかもしれない大きなスキルアップですよね。そうなってくれると嬉しいですね。いや、そうだと思います、うん、学校で教えてもらえなかったというか、そういう授業はないですもんね。ないですよね、私思うんですけど、やっぱりそういうスキルを身につけたいと思って、一歩踏み出した人だけが身につけられるというか、大人になればなるほど、そういうチャンスって少ないですよね。そうですね、うん、だから、まあ、みんながみんな最初からうまく自分の意見を言えるわけではないですから、学生でもやっぱり私のようにちょっと引っ込み思案だったりとか、人と喋るのが苦手、コミュニケーションが苦手っていう人も中には、受講生の中にはいます、はい、でもちょっとだけ勇気を出してこの門を叩いてもらえたら、あと1年間過ごすうちに仲間とうまくコミュニケーションがなんか自然と取れるようになるんですよね。社会人は今きっとすごく必要に迫られて、自分のこのスキルをアップしたいってピンポイントでいらっしゃる気がするし、学生にとってはどんなジャンルの仕事に行くにしても、
すごくこう財産というかいいスキルですよね。そうなんですよね。本当に受講生は半分大学院生なんですけれども、うん、半分は社会人の方が入っていらっしゃいますので、はい、そこでまた新たな出会いっていうのが生まれて、はい、あ、この職業っていうのはこういうことをやってるんだって、はい、やっぱりで社会人の人は学生と接するなんて普段仕事ではないので、うん、はい、新鮮だったりね、するんですよね。面白いね。学生とその社会人と半々っていうその教室の雰囲気がまた想像するだに新鮮です、うん、もうだから社会人って言っても、もう20代の方もいますし、はい、60代の方もいるんですよ。だから教員より年上の方々もたくさんいらっしゃるんですね。だから私たち教員自身も刺激を受けますね、うんうん、そういうのがあるんです。コーステップのね、ウェブサイトもぜひ見てみていただきたいなと思います。はい、お願いします。開講式特別講義が平田織さんなんですか？そうなんですよ。すごいじゃないですか。すごいでしょ？すごいじゃないですか。しかも無料なんです。真面目にですか？どうしようと思って、たくさん人が殺到したらどうしようかと思ってるんですけど、5月11日の土曜日午後1時から、はい、北大の理学部大講堂で、はい、まあ、特別講義をしていただきます。そうですか、これも楽しみ、ぜひちょっとチェックしていただきたいと思いますね。そんなわけで今日はコーステップのご紹介方々ですね、はい、滝沢さんのライフストーリーを伺ってまいりました。何しろ今8ヶ月どう、はい、調子いや動きますね。今動いてるの。いや、やっぱり私が喋ると嬉しいのかなんだかわかんないですけど、ボコボコ反応することが多いです。ああそうですか、うん、大学生と一緒にいるときっとこの子の将来もね、どんな世の中になってほしいとかこんな子に育てたいとかこう思うことあるんじゃないですか。そうですね、やっぱり、まあ、広い世界に飛び出して、はい、うん、いろんな人とのコミュニケーションを持つような、そういうことができる子になってくれたらなと思いますね、うんうん、元気な赤ちゃんを、はいね、はい、頑張ります。はいはい、そんなわけで今日のゲストは北海道大学コーステップの滝沢麻里さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。元気な赤ちゃん産んでね。産むよ、頑張るよ。